俺は知っている。この後パゲンノンタンが来て泣くことをな。はいどうも皆様こんばっぱパルでございます。ということで今回はですね、スクスタフェスの方にほのかちゃんとかなたちゃんが追加されたということで引かせていただきたいと思います。まあ来るのは分かってましたよ。はい、まあ現状ね、性能やイラストすら分かっていないながらも、僕自身パゲンノンタを目指してここまで石の方を試させていただいたわけですが、このかなたちゃんの覚醒後、ずるいって、無理だって、この子を引かずに我慢するのは。とはいえ今現在石の数がね結構際どい感じなので、とりあえず最大100連だけ今回は引かせていただこうかなと思います。まあ2月のパゲンですぐにノンタンが来たとしても100連以上残しておけばなんとかなるだろうという考えですね。はい、ちなみに今回の100連でかなたちゃんを当てられなかったら、追加ガチャ要検討するくらいには今回のイラスト大好きだったりします。かわちよし、じゃあそんなわけで引いていきますか。早速10連目いきます。さあ一発目で当たってくれてもいいですよ。まあ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 、最初の10連目はこんな感じでしょうね。まあそのね、やっぱり確定演出来てくれないと結構渋い部分がありますからね。さあここでかなたちゃんがね、こう昇格とかで来てくれるとさらに嬉しいんですが、まあそんなこともないか、さすがに。さすがに、あーまあまあ S レア2枚だったら耐えかな。とりあえず S レア1枚目いっていきましょう。よいしょ、ということで、お、今回のヨシコちゃん、ヨハネちゃんですね。なんとなんといきなりピックアップの S レアが来てくれたということで、これはなかなか幸先いいんじゃないでしょうかね。さあ2枚目の S レアが、よいしょ、ということで、お、エリチですね。このエリチはもうすでに完凸済みですね。メロンになります。まあ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 、いいんじゃないですかね。とりあえずこんな感じで S レアとエマタソもね追加されてるということで、エマタソの S レアも狙いつつ、最終的にはカナタちゃんを当てていくと、まあそういう感じの流れを作っていきましょうと。さあ20連目行かせていただきましょう。さあどうだ、うーん、スノーハレーション。まあ、S レアが1枚だけですかね。あーまあまあ、2枚来たんだったらいいかね。スノーハレ状態でさ、誰が来る？お、ポムーということで、猫ちゃんをなでなでしてるポム、ありがとうございます。これ1度爪ですね。さあ、2枚目の S レアが、よいしょと。お、ルビーちゃん、いいですね。いや、このルビーちゃん見るたび毎回言ってるんですけど、誘拐されてますね。さあ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 、まあまた S レアが2枚ということで、一旦ホームに戻らせていただきましょうかね。はい、これが結構大事だったりしますからね。さあ、かなたちゃんを拝みつつね、さあ30連目行かせていただきましょう。 OK、 まずは確定演出。オッケー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 、そうそうそう、こういうことなんですよね。まあなんかね、連続で当たらなかったらこれ試してみてもいいんじゃないでしょうかね。一旦ホームに戻って乱数調整行きましょうか。まあこれが有効かどうかは知らんぶっちゃけ都市伝説レベルでしかないんですけれどもね。さあさあ、まあまあ確定演出が来てくれたということで、ここでかなたちゃんいきなり積もってくれてもいいですよということで、さあ S レア1枚のユーリア1枚、そしてお、 S レアめっちゃ当たるね。お、4枚S レア大盤振る舞いということで、お、ノンタンさん、推しのノンタンが来てくれたということで、これはユーリアの方に勢いがつくんじゃないでしょうか。見ていきましょう。ユーリア、というわけでダイヤ様来てくれましたね。うわ、恥ずかしがってる、このダイヤ様めちゃめちゃ可愛い。あれ、このダイヤ様ってなんかフェスゲンとかでしたっけ。確かフェスゲンだったような気がするんですけどね。さあ S ライン2枚目が、よいしょと。お、ダイヤ様続けて来てくれましたね。ユーリア、 S ライとダイヤ様が続いてくれましたと。いいね、3年生の流れが来てるんじゃないですか。さあそして3枚目の S ライン、よいしょと。お、ヨシコちゃん、ヨハネちゃんですね。いいね、ピックアップもしっかりと働いていますということで、これで1つ目ですね。さあどうだ、4枚目が、よいしょと。お、しずこ、このしずこね、すでに持っていたということで1つ目ですね。なんかこう西市っていう表情いいですね。なんかカスミンと合わせたい感じありますよね。ありがとうございます。 OK OK、 僕自身ね持っていなかったね幽霊のダイヤ様を当てられたということで、これはなかなか大きいんじゃないでしょうかね。どうだったろう、この子って。調べてみたところ、しっかりとフェスゲンでしたね。 OK OK、 まあフェスゲンの流れも来たし、さらにね、あの3年生の流れも来たということで、これは次カナタちゃん当たってもおかしくないんじゃないでしょうかということでね。フェスゲンダイヤ様ありがとうございます、大変感謝と。いや、いいね。さあ流れに乗っていきますか。40連目、レッツゴー。これ来ますね。もう一回確定演出。あ、そういうことなんですよね。これ来たわ。これ確実にかなたちゃんですよ。行きましょう。
いやいいんですかね、そんなこんな簡単に当てちゃって、まだ40連目ですよ。いやすまんなみんな最大100連まで今回いかんわ、ガハハさあとりあえず演出的に1枚だけっていう感じですかね。 S レア1枚の U レア1枚ですね。さあまずは S レア1枚目見ていきましょうと、よいしょと、およしこヨハネちゃんですね。いやもう本当にピックアップも働いてくれてるということで、このピックアップを今度は U レアの方に。さあどうだ、この場所で歌うとどこまでも響いていく気がするんだ。というわけでカナンちゃん来てくれました、ありがとうございます。あれこのカナンちゃんはどうだったっけ、フェス限だったのか通常だったのか、まあ、僕自身持っていなかったカナンちゃんということで、やばあのアクアの3年生の流れが止まらん止まらん、記憶の通りなんとこちらのカナンちゃんもねフェス限となっております、ありがとうございます。いややばいなこれ、アクア3年生のフェス限の流れがね本当にどんどん来ているということで、僕自身持っていなかったカナンちゃんありがとうございます。なんか幻想的ですよね、カナンちゃんにめちゃくちゃ似合うようなね雰囲気ということで、めちゃくちゃ可愛いです、ありがとうございます。いや素晴らしい、新規フェス芸を手に入れる流れ来てるなこれな。さあ今回追加されたねほのかちゃんかなたちゃん狙っていきましょう。50連目折り返し地点でございますよと。さあ半分ここで、おお確定演出ありがとうございます。そんな簡単にどんどん来ていいんですかね、もう3連続ですからね、行きましょうか。いやこれは来るんじゃない、なんか普通に流れ的なこと言ったらこのままマリさん来そうな感じではあるんですけれどもね。さあ S レアが1枚の U レアが1枚だ、おそして S レアさらにもう1枚ということで、さあ一発目の S レアがよいしょと、お A リッチですね。この A リッチ僕自身持っていなかった A リッチということで、なんだろう和菓子をねいただこうとしているっていう感じの A リッチですかね、表情めちゃくちゃいいですね、ありがとうございます。さあ U レア誰だ、というわけでマキちゃん来てくれました、ありがとうございます。赤いドレスがよく似合うマキちゃんということで、こちらのマキちゃんはねすでに持っているということで2つ目です、ありがとうございます。さあもう1枚のエスラーよいしょということで、お2個にこの2個にめちゃくちゃいいな、なんかこうボタン取れちゃったの縫ってあげてるっていう感じですかね、個性感じる瞳の2個にありがとうございます。さあさあさあユーリアの流れ止まらないということでね、さあなんか2個巻きの流れもありますからね、はいありがとうございますと、こちらのマキちゃんも当てることができましたと。さあどうだこれ60連目後半戦行かせていただきましょう。さらに連続で、まあさすがにフィーバータイムが過ぎたか、いやどうだろうな、ここから虹色スポット出たらめちゃくちゃ熱いんですが、さあどうだ、まあとりあえず確定枠の S レアが1枚の S レア1枚だけかな、だけ、あまあまあまあ S レア2枚だったらタイギリタイですね、ということで1枚目ドンと、およーしヨハネちゃんですね、はいもうこれヨハネちゃん貫突までいっちゃうんじゃないですかね、これもうすでに3突目ですからね、うん、えまたそどこ行った。さあ S レア2枚目がよいしょとよいしょとよいしょと、うえーよーしヨハネちゃんですね、いややばいさすがに当たりすぎ、当たりすぎだし偏りすぎ、キックアップはね間違いなく仕事してる、間違いなく仕事してるんだけど、ちょっとヨハネちゃんに偏りすぎか、キックアップくんもしかしたらヨハネちゃん推しかもしれないですね、ということで残り40連行かせていただきましょうか。どうだ、まあ、これでね幽霊当たんなかったらちょっともう一回ホームに、まあもう一回ホームパターンかなこれね、うん、さあ S レアが2枚かな、 S レア2枚は全然いいでしょうと。さあどうだ誰が来てくれる、よいしょと、おマキちゃんですね、このマキちゃんはすでに3突目ですね、このなんかこうちょっと困った感じの表情めちゃくちゃ可愛いですね、ありがとうございます。さあもう1枚の S レアがよいしょと、おほのけちゃん、そう君のね幽霊も欲しいんですよ僕自身ね、というわけでホムラで働いているねほのけちゃんということでありがとうございます、3突目ですね。さあ一旦ねこの S レアの流れを断ち切るべく一旦ホームの方に戻らせていただいて、残り30連気合を入れて引かせていただきましょうか。よし行きましょう。さあ確定演出どうだ、来てもおかしくないんだけどないやーこれなかなかきついか今回のスクサフェス、このままちょっと新規のねほのけちゃんもかなたちゃんも当てられずに終わってしまうのか、まあ、100連程度じゃちょっとやっぱりきついのか、もうこのまま天井まで引いていけと、まあ、そういうことをスクエスじゃねえわスクスタは言ってるんですかね。さあ S レア1枚目がよいしょと、おリーナリーですね、僕自身持っていなかったリーナリーということで、街中にこうねお買い物にルンルンで来ているっていう感じですかね、もうリーナちゃんボードから嬉しさ伝わってきますね。さあやはりね乱数調整は都市伝説ということでねまあでもその都市伝説をね信じていきたい僕は、もう一回ねもう一回こうやってホームに戻らせていただいて残り20年引かせていただきましょう。 OK お頼み申す、 OKOKOK 耐えた耐えましたね。さあどうだ
まあ、ピックアップくんがね、ヨハネちゃんの方で働いてくれていることはもう確認済みということで、さあそのピックアップをカナタちゃん、そしてほのかちゃんの方にね、発動してくれるか。どうだ、もう S-ray はどんどん当たってるね。いや、これなんかヨハネちゃん貫突しちゃうんじゃないかな。どうなんだろうね。さあ、まあ最後の方にですね、最後の最後に幽霊ということで、さあ S-ray 1枚目よしと、お、ほのけちゃんですね。僕自身持っていなかったほのけちゃんということでね、屋上で練習中のほのけちゃんですかね、めちゃめちゃ元気いっぱいありがとうございますと。さあ2枚目の S-ray がよいしょと、お、来てくれました塩子。僕自身で持っていなかった S-ray 塩子どんどん当たってくれるね。そう、まあスクスタのねガチャ自体が結構久しぶりだから、 S-ray でも持っていない子結構いますね。さあ幽霊はどうだ。さすがにニコニー、まあ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 、全然オッケー、全然オッケー。まあこれでね、幽霊が当たってくれただけでも全然オッケーですよということで、僕自身持っていなかったニコニー、ありがとうございます。いや、幽霊率はね、全体的に悪くないしね、フェス現率もなかなかいいんですけれども、やはりね、ちょっと狙いのカナタちゃん、ほのかちゃんちょっと当てられていないということで、ラスト、100連目。ここにかけていきましょう。てか本当にマジで3年生しか当たらんね。すごいわ。これはこれでね、すごいと思うんですよね。僕自身持っていない3年生ばかりが当たるというね。さあ、じゃあその流れでカナタちゃんラストに当たってくれるか。100連目、行かせていただきましょう。この動画ではラストです。さあ、確定演出。オッケー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 。いいよ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 。さあ、このラスト一番にかけるっていうことですね。行きましょうか。いや、動画的にはなかなか綺麗な締めなんじゃないでしょうかねと。お願いします、かなたちゃん、かなたちゃん来てくれ。ぴったり100連目で当てられたら本当にドラマチック。お願いします、なかなかドラマ的展開。さあ、昇格からの幽霊ですね。さあどうだ、まあ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 幽霊1枚ということで、まずはSラから見ていきましょうと。お、来てくれました、ようちゃん、うちっちに入っているようちゃんということで、めちゃくちゃ可愛いですね。こちらも持っていなかったSラ、ありがとうございます。さあ最後の幽霊、というわけでポムー来てくれました。いや、このポムーね、僕自身そう持っててね、2凸目ということで、いや、花に囲まれててめちゃくちゃ綺麗でめちゃくちゃ可愛いんだけどな。いやー、さすがに100連じゃ当たらないか。いや、でもこれ以上これ以上石を消費してしまうとちょっととね、絶対パゲンノンタンが来た時に余計苦しむことになるんだよな。そうだな、じゃあこの動画の高評価数が200を超えたらもう100連分引かせていただこうかなと思います。まあさすがに超えんやろ。